はいどうも、全力で今日 YouTuber、ビーモリです。えっとね、もう、ちょっと僕に、あの、明日からのスタメン決めさせてもらっていいですかいきなりですけど、オリックスの明日からのスタメンで、ね。オリックスの今後のことを考えて、ちょっとこうした方がスタメンいいんじゃないかなというね。まあもちろんね、その、批判をしてるわけじゃないですよ。ただ、僕なりに考えた、うん、モリルが一日一生懸命頑張って考えた、オリックスのスタメン、ちょっと言わせてもらっていいですか打順はちょっと置いといて、ポジション別にちょっと言っていくぞ。 ま、ピッチャーはその日によって違うのちょって置いといて。えー、キャッチャーは堀柊コ交ツルキ堀柊菜。えー、ファースト、大田亮まあ、大田は使ってっていいと思います。はい。えー、セカンド、足立良一。はい。引退する足立選手ね。サード、横山聖也。交ツルキね。ショート、栗林。まあ、ここはいいでしょう。はい。で、レフト、えー、T 岡田。引退 T 岡田。センター、トーマス、CT。 で、ライト。いけいけいけちゃういけちゃってね。ライトいけちゃうで、DH、内イト4。これでいいんじゃないですか。これでいこうよ。明日からスタメこれみんな納得するんじゃない若手もみんな使いせつつ、この引退のね、足立選手っィいいーっていうこの二人を出しつつ。おこれでいこうぜ、明日から毎試合。そっちの方が、なんかもうファンも納得するんじゃない <laughs> 大平気に向けて。ね。そうじゃないですか。はい。外野クソファイヤやけどね。 ていうかさ、トーマス、イケちゃんの外野心って。外野飛んだらほぼ長打確定やけど。あでもそっちの方がおもろいやろ、もう。トーマスもしかしたらセンター上手いかもしれんし。そっちの方がおもろいって。<laughs> なぜそんな特許押しもないようなスタメンを僕が言い出してるかと言いますとですね。はい。あもう終わりです。うわううん。 終わりだねー終わっとるまじでえっと、このロッテ戦から合わせて今日で5連敗ですか上位陣に対してロッテ戦まではまだ CS のねあの希望が結構あったよね5、って2連勝すればこれ、ね、2連敗して、うん、俺がアメリカ遠征中ねで帰ってきた思ったら ここからまたホークスに3連敗、4連戦のうちの3試合を三3連敗、全部ひどい負け方で、もう CS という夢がはるか遠くに行ってしまいました。もうオマリーです。トーマスオマリーです。売ってた方のトーマスです。あとちなみにこれが俗に言う折高同盟ってやつなんですかね。折高同盟とは、オリックスが ホークスのマジック減らしに大いに協力するというね、え条件をもとに結ばれた同盟でしたか。ええ、そうでしたっけオが同盟たえ俺が言い出したんやないけど、マジック減らすためにオリックスが犬になれっていう、そういう契約でしたっけね。あ、だから日ハムに賛成したのこの前。そういうことやったか。なるほどね。あ、そういう同盟やったんか。なるほどね。キッチ マジできついってもこんな試合を毎日見せられるのは。なあ、ホークス相手に。今日もオリックス延長戦を戦いました。宮城投手、8回無失点。あの、文句のつけどころんない。素晴らしいピッチングでしたよ。はい。八回無失点。これ、規定投球回にもね、また一歩近づきましたね。はい。まあ本当に宮城投手はね、規定投球回、難しいですけどね。こっから平均8イニングだけでダメなんで、うん。まあ難しいんですけど、まあでも、宮城投手ならあと3試合ぐらいかな、登板。全部で、ね、完投するぐらいの勢いでいけば、 最優秀防御率も見えてくるからね。来ていったら。だからほんとね、今年のオリックスタイトルは誰か出て欲しいんで、宮城投手頑張って欲しいですね。で、勝ちはもちろんつきませんでした。これだけのピッチングをして、当たり前のように、今日も勝ちはつきません。前回もね、8回途中1失点でね、勝ちはつきませんでした。まあ勝ち投手の権利だったけど、前回はマシャドがね、潰してないけども、えー、今日はね、普通に打線の援護がありませんでした。えー、オリックス打線今日もね、 えー、ホークスの投資人相手に。えー、0、0、0、0、0、0、0、0、0。ゼローンえ、結果的に12回まで、えー、0を12個並べました。えー、たこ焼き1ダース。ダースで焼きに行ったね。たこ焼き。1ダースは結構多いよ。たこ焼き。2人前じゃないたこ焼き一ダンスって。ちょっとお腹いっぱいやわ、たこ焼き。さすがに。12個はちょっと多いわ。そら、手に取れませんわな。 こんな攻撃しとったら。そら、点取れないっすよ。あの、打線見たらね、ま、あ今日正直、下位打線が内藤選手と、杉沢選手とえー、福永選手ってとこで、若手が並んだこの下位打線。ここは正直もう期待するのはここかなと思った。下位打線は正直ね。まあ、下位打線はだからもう仕方がないと思った、俺は。だから、上位打線なんですよね。上位打線が、ま、普通なんですよ。大田、大佐と、杉本、西川、ね、世田におって、普通なんですよ。ここは、全然、 点は期待できる打順なはずなんですよ。ここで引っ張っていって、まあその若手たちに経験を与えるっていうのがあま理想的な形なんですけども。えー、結局今日は上位打線も全く働かず。なんならあの、今日一番良かった選手言っていいですか打線の中で。内藤選手ですね。内藤選手今日プロ初ヒット、ね、2、フェンチョクの2ベース。あれもすごい良い当たりだったし。まあアウトの内容も良かったっすよね。追い込まれるまでフルスイングで、そっから、でも結構ね、落ちるためとか見極めてフルカウントまで持ってったりとかしてね。うん。 アウトの内容も良かったっすよね。今日見てて一番内容あるなって感じた選手は内藤選手っすね。はい。え、だからさ、この、いつもの主力人が打線を引っ張ってって、なんか若手もついてこいってするんだけ一番頑張ってるのはこの舞島の方の人だよ。逆やろ。引っ張っていく選手。何そっちに背負わせてんねんっていう。 サヨナラのチャンスもありましたよ。11回の裏。相手のミスも絡んで、ノーアウト1切りのチャンスを作りました。ここからね、西川選手が凡退。えー、セデイニも三振。そして最後ね、西野選手も凡退。ノーアウト1切リからランナーを一人も進めれずに、そのままワン、ツー、スリーで終わりました。はい。この期待したいはずのこの上位打線でそれをしました。はい。本来引っ張っていかなければいけないところの打順がそれでは、もう点は期待できないっす。はい、それはもうたこ焼き職人なんですよあ。もう銀だこで修行してこい。そんなたこ焼き好きか。 もう銀だこで修行してこい。京セラにも銀だこあるしさ。もうドジャースタジアム行ってこい。もうメジャー行きたいかもうメジャー行きたいじゃとりあえずドジャースタジアムの銀だこ行って修行してこい。なそれでメジャー行きの夢叶いますよ。うん。ドジャースタジアムで銀だこ作ってこいって。なんかあそこの銀だこ全然違うらしいけどさ。もうたこ焼き作りで修行してこい。でね、そういう攻撃してるから結局最後12回ね、えー、ホークスに点を取られるわけですよ。ワンナウト万塁で栗原選手に回した時点で終わりでしたね。今正直一番ね、 チャンスで回したくないバッターですかね、栗原選手は。普通に打たれて、山川選手もタイムリー打たれて。なんか、パスボールもあったね、パスボールも。もう完全に集中が切れとる。見てて悲しくなった。これが優勝に向けてきた走ってるチームと、もう、オマリーなチームなんですよ。もう、キッズよ、マジでキッズケースベースボール。うん。キッズよ。メジャー行ったらキッズって言われるよ。ああいうキッツ。やってる野球キッズよ、マジで うん。キッズのたこ焼き。な、キッズのたこ焼き職業体験じゃないんよ。はい。だから、こういう野球をするんだったら、もう主力がそういうことをするんだったら、もう一層振り切って、T ・岡田、あだチそしてね、もう池ちゃん、トーマス、あたり、もうみんなソロで出させてさ、もう主力休んでもらって、来季に向けて、駅やしなってもらった方がいいんじゃないかって、これ真面目に思うんすよね、俺は。うん。マジで明日からこのスタため、俺いいと思うんすよね。うん。いや、ほそっちの方がファンも納得すると思うしね。もう疲れたでしょ、みんな。 セデニもね、西川選手も、もうみんな疲れたっしょ。うん、だから、ね、もう、そのためにも、来季は、来季フルで働いてもらうためにもさ、じゃ、ここはもう、トーマスとかイケジャンとか、ヘイティにねあの、出番譲ってもらうのがいいんじゃないかなと思うんですけどね、これはね、真剣に。はい、ということで、うん。まあ、もう何をモチベーションにね、これ持ってったらいいかわかんないですけども、まあ、残り試合数少ないんで、もうここまで来たら、え、B モネルもね、走り切っていくんで、はい。 ま、現地観戦はまだこれから行くんで、はい。そこをね、まあ、野球観戦そのものをね、楽しんでいければなと思います。はい。ということで、ロるえてみる優勝や